河橋由来の石碑、暁橋周辺から広島湾を見る。暁橋は広島市南区の広島湾に架かる道路橋である。この橋から広島港を見て作られた文部省省下が港である。1889年の宇品深海造成と宇品高築港により、広島本土と宇品島は陸続きとなったが、その時点では、 ウジナ深海とウジナ島は道路で結ばれ、領地の間に水路は設けられなかった。このため沿岸を航行する船は島を遠回りすることを強いられ、元ウジナと深海地を連絡する道路は住民の生活の必要からしばしば破壊された。こうした状態を解消するために地元住民7人を中心に水路と架橋を求める。 運動が進められた結果、1893年橋が架けられた。当時は、タンアーチ橋で、橋と水面に映るその映像と合わさって、丸型をしていたことから、メガネ橋と呼ばれた。第二次世界大戦中の1942年に、船舶往来の必要から、陸軍船舶司令部がメガネ橋を取り壊し水路を拡張、新たに橋を架け、 現在の赤月橋の名称が付けられた。1945年広島市への原子爆弾投下の際には爆心地から約5キロメートル離れていたこともあり、被害はなかった。その後戦後になって橋梁が改築され、現在に至っている。橋のたもとには亀裂の入った石碑がある。佳橋の由来を説明する石踏みで、 一時期は土台のみが残る状態で、行方不明になっていた時期もあるが、その後発見されて、現在地に設置された。1930年頃の広島市。右下に赤月橋が確認できる。1945年被爆による火災消失分布図。被害がなかったと確認できる。ありがとうございます。